のぞみです。こんばんはじゃないんですよ。こんばんはじゃないですよ。でもね、あ、こんばんはか、まあ、6時ですからね。6時回ってますけどね。のみです。聖地ビレッジです。もう大好きすぎて、大好きすぎてね、やっぱりこっからスタートしようかってなるんですよ。あ、今日もね、決まってないシリーズ、はい、決まってないんですね、うん、もう2、3時間話してても決まらない、はい、お互いもさ、もうとりあえず行ってからにしようかって。ちょっと今日行ってみようかなって言ってたお店が、そう、夜10時スタートなんですよ。10時、6、7、8、9、4時間4時間グダグダなの、ね、そこは必ず行くんですか。いや、まあまあ、ちょっとこれからの次第で。で、比較的はビレッジ空いてます。珍しくめちゃめちゃ空いて、今日ね、クルーズ船がすごい大きい日なんですけど、あれします、外国人は全然来てない。あれする、あれビレッジではしごする。なるほど、ビレッジではしごでやったことないじゃない、あの動画的にはないかもね。だから、なるほど、まあまあ、ちょっと行ったところも行きますけ ど、お久しぶりのところもあるんで。そうですね、とにかく、ビレッジはしご酒ということで行きたいと思います。最初はまあそこ行きましょうか。あそこで久しぶりに、お久しぶりに、お久しぶりに行きましょう、はい、ということで、ということは3軒は行くとして、9杯は飲む予定でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ビールは2杯までですか。2杯ですよ。多分最後の方2人ともろれつ回ってない可能性がございます。よろしくお願いします。大丈夫かしら。すいません、お付き合いください、はい、ということでビレッジはしご酒スタートします。じゃあまだまだ明るい三崎町、今から1軒目に行きたいと思いますが、どこ行きます？まずは、はい、あ、だって空いてんだもん今。いつも我々が行くところも、いつもね、わちゃわちゃしてるんですけど、そう、外まで満席なのに。久々のセンベロフード、しかも涼しいところ空いてる。あ、涼しいところ空いてるということで、2人です。ここに行きたいと思います。はい、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 ここでわかりました、はい、OK です。ということで1軒目ですね、まずセンベロフード久しぶりに。今日週の真ん中、水曜日だからですか。いや、こんな水曜日は初めてです。でも6時ぴったりで、はい、こんなに空いてないの本当にレアですよ。いつもいっぱいやん、ね、いただきます。ありがとうございます。乾杯です。1杯目、ありがとうございます。乾杯です。あれですよ、いつも8号ですから、いいですか、耐久ですよ。耐久はあのマラソン大会みたいなもんですかね、はい、食べ物はどうしますか。食べ物は、ありがとう、はい、食べ物はいいんですか。はい、ありがとうございます。あるある、食べ物はいいんですか。いっぱい頼んで、はい、どうぞ。まあ、いきなりフルエンジンやったら大変なんだ、うん、なんだ、いきなりフルスロットル。あ、そうか、分かった。じゃあ、毎回お腹空かせればいいですか。ですよね、一回出たらあのそこを走ったんや、あのエッセイみたいに。あ、そうか、あのちょっとあの猫人みたいね、あのサザンゲートブリッジまで走ってきたやつ。お通しが来ましたよ。お通しが来ましたんで、はい、1軒目、そんな感じでいきましょう、はい、いただきます。じゃあまず1軒目ですから、うん、まずこれなんですか。軽くね、軽くですよ。きゅうりの浅漬け、一本漬け、一本漬け、はい、とで、これが石焼きさんのカツオです。近海で、石垣近海で取れたカツオの、はい、カツオのたたきです。カツオのたたきです。はい、じゃあいただきましょうね。そうね。いきましょう。ポン酢つけて食べなさいと。あ、ごめんなさい。はい、大丈夫ですか。もう酔っ払ってるんですか。もう酔っ払ってるんですか。また。ポン酢引っこぼしします。ポン酢ちょっと食べます。すいませんね。生姜入れて。はい、これガーリック。ガーリックの。はい。ちょっとね。いや、やります。お塩もあるわよ、うん、お塩でいこうかな、私。そうだ、うん、いただきます。うまい。あー、うまいですね。いいね。ちょっとチビチビですね。まあ、なんか今日は、まあ、長くなるんで、なんかいろんな、なんかザックバラン的な話をしながらやりましょう。ザックバランだ。ザックバランのね、うん、最近どう。いや、ザックバランすぎるな。最近の何がどう？どう？最近調子はいいか？調子はいいですけど、うん、ざっくばらんやん。ちょっとこう低迷期が最近ございましてね。私ね、うん、まあ石垣島来て、あの与那国からね、移住してきて、4月に、まあやがて5ヶ月。そうですね。私はもう引っ越しをしたくなと思ってます。ね、引
越しでございます。そうなんですよ、引っ越しね。これが流れてる頃はまだ引っ越してないかな。引っ越ししてないですよ、ね、一応審査が今日のんちゃん自分で借りました、はい、まあ、自分で借りようかなっていうことで、ね、で、まあ、来週ぐらいに不動産屋さん行って、まあ、本契約だなしてくるっていうことでね、うん、まあ、時期が時期で、うん、8月じゃん、はいはい、だから引っ越しシーズンとか4月だったらさ、物件探すの大変だったけど、比較的結構あったんですよ、物件が。それはまあほら自分に条件合うとか合わへんとか、駐車場が合うとかないとかっていうのがあるんですけど、どうぞ、分かったら、3回戦です、お席空いてます。お世話になる不動産屋が大王不動産、大王ハウジングね、まあ、すごく担当の方がいい人でね、はいはい、はい、ぜひぜひ大王ハウジング紹介してくださいということ。あ、そうですか、はい、引っ越しするな大王ハウジング、大王ハウジングさんいいですね、大王ハウジングだと思いますね、うん、ということで大王ハウジングさんは、はい、これ県外出身の人でも、あ、そうそうそう、何でしたっけ、保証人は、あ、保証人は親族、親族三等身までの親族、うん、保証人一人、うん、なのでやればいいんですね。保証会社は、保証会社はあります、入る、入られる、はい、加入、私が稲国から引っ越してくるときは、うん、相当やっぱ苦労しまして急だったので。そうなんですね、いろんな不動産屋さんでありましたよ、うん、はいはい、飛躍というか、うん、保証人は、うん、島内の人だけにしてくださいとか、石垣島の人だけで、石垣島の人はだったら1人でいいですよ、でも県外の人だったら2人つけてくださいっていうところもありました、うん、で保証会社にはもちろんダブルで加入、はいはい、なるほどね、保証人だけではなくてねっていうところもあったので、ダイヤハンジングさんは割とね入りやすいですね。そうそうそう、保証人は縛りなしの。そうなんですよ、ね、引っ越し手伝ってね何食べさせてくれます？何？あ、まあまあそうやね、引っ越し手伝ってもらうから ね、だからちょっと重いものもあるから、ね、うん、あの人に手伝ってもらおうかなって。あの人って誰？例えばユキジとか。あら、あ、手伝いますよ。本当に？あと、あの、何ですかユキジ？広瀬さんにもちょっと、引っ越し、ちょっと重いソファーがあるからさ、うんうん、報酬払うんで、うん、いやいや、いいですいいです、いや、ほんなもう、例えばこの終わった後のもう飲み会、うん、そんなどうですかみたいな、あのさ、ハイボール満喫あげたら喜ぶはずよ。あ、そっか、うん、ね、かっこはい、かっこはい、かっこはいということで、まあ、うん、そういう来月、ね、ハイボールはね、贅沢品じゃって言ってました。いつもなんか発泡酒とだけで我慢して、ハイボールの日はなんか特別に、なるほど、ね、ご褒美の日って言ってましたんで、うん、まあ飲みに行きましょうよ。飲みに行きましょう。ね、はい、引っ越し終わったら。はい。うん、はい、どうぞ。ですのでね、なんかこう移住考えてるとね、なんかちょっとほら不動産選びとか、なんかちょっと良さいいかなっていうのは、なんか答えられる範囲でなんか DM くれたら答えますね。そうですね。はい。うん、今リアルにね、リアルにね、活動してますからね、引っ越しね。引っ越しや。そろそろ焼きそばでも頼もうか。早い。早いね。お腹すいてんのにさ、チビチビ食べろってよ。いやいや、まだ長いから。まだ4時、4、5時間あるから。まだ座って何分？5分。じゃあ、センベロフード、ちょっとね、ほろ酔い、3杯目でございまして、はい、はい、で、おつまみは今ポテトフライに変わりました。2杯目、3杯目は、トマトサワーですね。そうですね。ということでキャリーでいいですか。安心してください。どなたかコメントでね、ひろみさんポテトフライ頼んでないやんけって言いましたけど、頼んでるんですよ。動画に載せてないだけでね。ちゃんとコメント返したか。返してないです。最近あんたのコメントが多いからさ。そうですか。ちゃんとコメント返してあげてくださいよ。いや、相変わらずひろみさん、うん、ひろみさんの食べっぷりがいいですねっていうコメントは本当に。せんべいのフードですよね。非常に美味しくいただきました、はい、まだ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 発祥ですか。最低2軒はしごしなくて、はしご先がありません。今3杯目ですよ。今から3杯目。あれも頼みたい、これも頼みたい。いや、頼みたい気持ちは分かるんですけど、はしごの前にここでもうお腹いっぱいになっちゃう。米食べたいの。後で食べたい。卵かけご飯頼んでいいですか。 TKG 後ででいいやん。TKG、 いや、俺も食いたい TKG。 ということで、せんべろフードでございました。いいね、このお腹すい状態で2軒目行くっていうのね。なんで腹いっぱいでついたのか、もうギブアップするやん。そうですよ。ということで、全然足りないよ。さ、ここで買った金額はこちらでございました。いい
どい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 ビレッジ2軒目なんですけども、ちょっと初めて来る石垣酒店に来ました。あのね、はい、階段の隣です。階段の隣ですよ、はい、そう、まあ、すぐ分かりますんで、ね、今の視聴者様からね、あの、いただきました。アメちゃんもらいました、ね、でどこでしたっけ、はい、でなんかあなたね、1軒目もお腹すいた、お腹すいた、お腹いっぱいで、まだ2軒目、3軒目あるからね、うろかった、はい、ということで、石垣商店中入りましょう。行きます、はい、中はタバコ吸えます。じゃあ石垣酒店さんに来まして2軒目ね。まああのメニューも結構面白いメニューがあるんですけど、まあとりあえずマグロ推しですよ、ここ。マグロ推しで、なんか石垣近海さんおすすめのメニューもありますので、ね、いいのビール、はい、ビール、いいの一回振り出しにも、あなた何です、シークワサーチューマイでございます。シークワサーチューマイ、いただきます。あーうまい、美味しいね。あうまい、これ、うん、今ね、マグロの串カツと、はい、なんだ、ゴーヤ無限、ゴーヤ無限っていうのを頼んだんですけど、なんかおすすめ3品頼みました。3品頼んだんですか。はい、いつ私にご飯を食べさせてくれます。まあ、もうちょっと待ってください。 TK じゃ次ぐらいですね。3軒目ぐらい。いや、あなたそんなん言うけども、なんかもうなんかさっきの店でちょっと私ホロ酔いになってきました。いや、ホロ酔いはホロ酔いですよ、はい、お腹 あの満たされ具合は全然増す。だからか米を聞き、はしご酒はですね、マラソンと一緒なんですよ、あなた。耐久なんですよ。1軒目でお腹いっぱいになると2軒目3軒目食べれなくなるじゃないですか。マラソンやったことないのかないですよ。あんた短距離走なんですよ。だからマラソン 42.195 キロはスタートします。あんたもう1キロでもうリタイアや。あ、そうですね、うん、そうだと思います。違うんですよ、違うんですよ。はしごというのは長い時間食べて飲んだりするから、ちょっとずつ行かないと合わないな。私2軒目3軒目美味しくいただけないじゃないですか。そうですね、あんた合わないの。合わない。1軒に3杯でしょ。いや、なんか2軒目ここはしごじゃ、あのー、あ、ほらせんべろじゃないですか。ではない、せんべろじゃないのね。はあ、そうでしょ。でもえ、あんた俺となんか何年一緒に動画撮ってるのこれ。7年くらいですね。ちょっと今から説教したいと思うんだよね。いやだ、めんどくさい。やばじゃあですね、はい、3品食べまして、はいはいはい、僕がこう持つのでちょっと言うてくれる。わかりましたよ。まず1品目こちら見てください。ほら何これ。これ何すか、キムさん。これはあのゴーヤ無限盛りってやつですね。ゴーヤ無限盛り、あのお店の方が、はい、あのめちゃくちゃおすすめですって言ってました。うわ、しかもこれツナ缶の缶に入ってるそうで、無限ゴーヤだって。あら、すごいですね、無限ゴーヤ、無限ゴーヤ、あのゴーヤとツナが、はい、混ぜ合わされてて、はい、ドンってどんどんいける、ツナ缶に乗ってるんですよ。これは何。これはマグロカツです。マグロカツ、はい、ま、漬けマグロカツだ、ごめん、漬けマグロカツ、ビールにぴったりって書いてある。漬けマグロカツで、これが何。これは石垣牛の煮込み、うん、石垣牛煮込み、うわぁめっちゃいいのね。ですからそうそう、米頼んで。だから待ちなさい、待ちなさい。米米米米、何行く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 、じゃあまずゴヤ、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 ツナとゴーヤーと、ツナとゴーヤー一緒に食べたことある。いや、合うと思うよ。合う、あろ、今まで普段は朝日とか飲んでるのは、そんな、うまい、マヨネーズだけじゃないよ、この味付け、うん、違う、何これ、ちょっとなんかちょっと甘みもあるんだけど、めっちゃうまないですか、うん、何の味付けですか。うま、昆布、これうまい、昆布が入ってる、昆布の出汁が効いた、甘いのこれだ、うん、分かった、うまい、これちょっとお酒進むな、ね、危ねえやつ。もう一個いく？もう一個いくか、うん、これ漬けマグロカツ、ウスターかドロドロソースかどっちがいいですか、はい、もう任せます。じゃあドロドロで、はい、じゃあ先にレモンも絞ってもらいます。だって漬けでしょ。漬けマグロをカツにしたの、うん、串カツにしてある、へえ。絞った今ちゃんと。絞りましたよ。本当に点々点と落ちた今。落ちてか、はい、はい、じゃあちょっとこれ一回いきましょうか、漬けマグロカツ、いただきます。ね、すごい。いただきますよ。いますお、揚げかけ。
パパ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 日本入り。先ほどのほら視聴者様が ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ後で食べます。ありがとうございます。視聴者様でございます。まあまあ、ね、ここはちょっと美味しいね。そうですよ。ちょっと知らなかった。ったですよ。いつもね、知ってるところしか行かないってダメだね。ね、うん。美味しい。あれやこれやとやっぱご紹介したいですよ、皆さんに。そうですと思う、ね、ここはちょっとなんか一本取りをしたいようなお店ですね。いろんな、ね、こうメニュー見てたら全メニューなんか聞いたことがないような、なんかね、今日頼んだサメカツとかさ、そこに本日のおすすめとか書いてるのよ、いろいろ。サメカツ、あとね、ポンチューとか薬中とか書いて、これはいいんですかみたいな。何ですか、ポンチュー薬中って、これ何なんかな、何ですかね、ポンチューって何なんかな。ポンチュー薬中って何ですか。ポンチュー薬中はですね、うん、ヤクルトのチューハイとポンチューのチューハイ。あ、これあれで、一歩間違えてちょっとやばいですよ。これちょっと面白そうですね。一歩間違えてやばいやつ。一歩間違えてやばいやつ。薬中がちょっと…西成館出てちょっと…あ、西成館。面白いメニューですね。次、じゃあ、あの私ポンチュー飲んだら俺薬中飲むから薬中で、っていう感じでいきましょう。 OK OK、 ありがとうございます。はい、飲もう、はい、すぐ飲もう、はいはいはい。じゃあ、メニューに気になったのがあって、薬中とポンチューだったんですよ。私薬中、私薬中。ちょっと待って、そうそうそう、ね、あのスタッフの人たちも、私薬中っていうのはあのコプラ大丈夫ですかって言ってくださったんで、ヤクルトチューハイ、ヤクルトチューハイ、はい、でポンチューはポン酢チューハイ。しかもポン酢も普通のポン酢じゃなくて、なんかちょっと割り物用でね、フルーツが入ってる。そうそう、ポン酢フルーツ多めの、多めのね、ポン酢チューハイ。そうなんですよ。いただきます。じゃあ、私すでに薬中、まずいや、すでに薬中ってすでに薬中って、これはうまい、うまいですか、うまい。ヤクルトです。じゃあポンチューいいですか。ポンチュー、ポンチュー、ポンチュー。ちょっとどんな味。いや、ポン、あ、なんか、あれ、なんかちょっとシューカーサっぽいですね。どうもありがとうございます。あ、薬中は、やっぱり甘い、薬中甘い。なんかね、レモンサワーに似てる。そう、うん、よりも、フルーティーって言ってましたんで、そうそう、多分そうだと思います。ちょっとね、あの牛すじ煮込みをちょっと食べた後なんで、ね、ちょっと味がちょっとよくわかんなくて。やっぱネーミング思うからさ、だから楽しまうよね、やっぱ、ね、そうだよね。これさ、牛すじ煮込み、石垣牛の500円よ。こんなに入ってる、ね、ご飯頼んでよ、そろそろ。まだです。まだ早いですよ。次サメ行くんですよね。当たり前じゃないですか。行きますよ。次はいいですか、ご飯頼む。あ、次はいいですよ。全然足りない、私。マジで。いいですか。何回も言いますけど、はしご酒というのはマラソンなんですよ。いいですか。もういいよ、1回でそれ。途中売りたいよ。でもいいよ、分かったよ。以上です。3軒目でございます。3軒目ですよ、はい、3軒目は隣なんですけど、石垣島の石垣さんちの石垣牛っていう、すごい石垣牛が、石垣がいっぱい並んでますよ。お寿司食べません。あんた米食いたいって言ったよ。ということで、お邪魔いたします。はい、ということで、はい、3軒目行きたいと思います。カウンターですかね。すごい冷たいおしぼりいただきましたよ。顔でも首でもやってくれて、しかもね、めちゃくちゃいい匂いです、これ。あ、本当だ、めっちゃいい匂い。いい匂い、めちゃくちゃいい。いい匂い。あ、汗かいてくるので、汗かいてくるからね。すっごいいい匂い。ありがとうございます。ではもう、ありがとうございます。で、こちらがメニューになるので、全部取っちゃってご覧ください。わかりました。じゃ頼みましょう。頼みましょう。じゃあ、はしご酒3軒目でございまして、はい、何でしたっけ。でもね、言うてもね、7杯目だか6杯目だか、その辺ぐらいですよ。場所はね、石垣島の石垣さんちの石垣牛屋さんでございます。いただきます。いろいろ頼みましたよ。もう締め的なものをいっぱい頼みましたからね。はい、あんたの好きな米もあったわ。そうですよ、うん、でもそうよ。いや、ちょっとハッピーズでさ、視聴者さんにこれ買ってられて。そうなんです。そうなんですよ。2年前やかに、そうそう、車でさ、ポッポッって見てますよって言ってくれてる人が、そうそうそう、今日出会ったんです。再会。あの女の子、島出身の子なんです。
分からないですよ。なんか東京住んでるって言ってて、こっちに住んでるわけ。いやもうあの裏切ったわけしまおうって言って、ちょっとそういう話をね。いやそういうことですか。いや東京住んでるって言って。あ、そうですね。そうなのね。美味しい生レモンサワーだけど、もうほらレモン入ってる。レモン入ってる。こうする自分でこうするじゃなくて、もうすでにママが入れてくれてるんですよ。じゃあ。それはお店で。どうしよっかな。あ、頼んだんか。頼んだよ。あ、おしぼりもいい匂い。ちょっといい感じで酔っ払ってきますよね。あ、そっか。ね、ありがたいことにね。うん、いやまた時間早いな。やべえな、ま、た早い。飲み始めてまだ2時間ちょいですよね。そうですね。まあまあ。どうする？最後。楽しく行きましょう。あそこ行きたい。私は行けるよ。わかりました。ということで、とりあえず来たらちょっと紹介しましょうね。どうかちょっとおかしくなってきてんからね。3種類頼みました。まずこれから行きましょうか。すごくない？これこれは何？手羽先の唐揚げ。でかい、はあ、でかすぎる。4本入りだから喧嘩しないです。で、でかっ。さあこのマグロの握りでございます。はい、これも600円。5あるからどういう感じなの？一旦ね。あ、一旦あのいつもの一旦でございます。はい、で、しな、ニンニク焼きそば。ニンニク焼きそば何でしたっけ？どこで紹介されたんでしたっけ？マツコの知らない世界。マツコの知らない世界で紹介された。だって辛さがなんか3段階あるらしくて、ちょっと辛い。いや、辛みは抑えてもらってはいます。はい、でもいいよね、辛くてもね。いいよ、ね、辛くてもね。じゃあ、寿司から行きましょうか。行きましょうか。マグロの握り。マグロ握りよ。すいませんね、やっと米。やっと米よ。いきます。あ、はい。はい、うまい。はい、うまい。米入りました。結構厚みがすごいね。シャリ小さめ。ネタが分厚い。ネタすごい、うん、分厚い、うま。これはうまいわ。次どこ行く？焼きそば行く？焼きそば行きましょうか。焼きそば行きましょうか。行きましょうか。行きましょうか。おっさんなってるやん。行きましょうか。これなんだ？マツコの知らないなとかで。マツコの、ニンニク焼きそばだ。ニンニク焼きそば。え、ニンニク、どうですか？ニンニクだ。ニンニク、はい、いいか、はい、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。いいですか、はいはいはい、一旦ね。一旦、え、これだけ。いただきます。いやいや、おかしいや。まあいいよ、そのままちょっとごめんね、お皿間違えちゃって私これになっちゃうんだけど。いただきます。いただきますよ。あ、いいの、いいニンニクですよね。ちょっと酔っ払ってるので、ね、もうちょっと盛り付けがちょっとあれですけど。いただきます。うん、うまい、うまい。あ、だしうまっ、うまっ、うまい、うん、辛くない。大丈夫、全然辛くない、全然いける。おいしい、うまい。これはこれはうまい。麺はもちろん八重山そばよ。うまい、ニンニクをちょっとしたアクセントに入れる。うまい、やばみもある。うまい、焼きそばなのに。うまい、うまい。これこれはうまいっす。めちゃくちゃうまいっす。塩焼きそばだと思いますけど、はい、ニンニク焼きそばで、ね、そうです。私ね、しかもそんなニンニクニンニクしてないんで。まあそうね、すごくね、うん、どうでしょう。わかりませんよ、でも。やめろ。魚天ぷらでイラブチャーですね。はい、じゃあ行きましょう。手羽から行きましょう。一気に行かすわけ。手羽から行きましょう。ちょっとあのレモンチューチューしていいですか。はい、もうじゃあ絞りますよ。ああ、だんだんあれやね、すごいね、ゴールに近づいてきてる感じなんですね。はい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 、行きますよ。はい、どうぞ。手で行こうよ、もう手で。手で行きましょうね、はいはい。しかもこれでっかー、マジでっかいし、あ、めちゃくちゃ足こぼれ。こんなよ。いただきます。私の親指の10倍ぐらいある。で、すごくないですか。いただきます。あ、この、あ、うまっ。うまい。あ、これがうまいわ。もうパリンパリンやね、うん、パリンパリンで中がこれ。お酒が欲しくなる。これ進みますよ。うまい、うまい、うまい。やべえ、今日全部うまい。よかった、ちょっと食欲残しといて。いや、だから言ったでしょ。ええか、いや、分かった。マラソンの話はもういいからね。はしご酒はマラソンなんですよ。いや、それは分かったかも。マジで
それはね、よく分かった、今回。そうですよ、うん、一発目で行くもんじゃないか、ね、当たり前じゃないですか。徐々に徐々にね。ね、いや、これおかげで美味しくいただける、はい、これ美味しくいただけるということで。なんかうまい、これ。いやちょっと一回飲みましょうよ。おぉ、うまっ。じゃあ、3軒ともごちそうさまでございます。え、4軒目あるんじゃないですか。4軒目ですか。4軒目はちょっともうプライベートで。4軒目行きましょうよ。4軒目ですか。え、うどん食べよう、うどん。うどん。え、ちょっと待って。ラーメン食べたいけど、いっぱいしてんね、あっち、ハッピーズ。今日、うどん屋まだ、オープンしておりません。ああ、高い。ありがとうございます。さあ、トータル7杯目でございまして、ライムと。何やったかな。梅かゆず。しっかりしてくださいよ、あなた。あ、ゆず。はい。もう、乾杯するのも忘れてるからね。あ、梅。あ、グラスが冷ってぇ、これ。よし、キンキンに冷えております。このグラスいいね。もう中身が見えんから、教室使えんな。いや、もう、ここもいいね。うん。いいよ。あの、ママと一緒にさ。そうそう。ちょっとしたおしゃべりしてさ。ね。ねで大体なんかいろいろ来たけどさ、今大体奇数やん。大体俺が少ない。寿司5で俺2とか。ちょっと待って、何、じゃんけんしたんです。マグロに関しては5だったからじゃんけんして私が買ったんですよ。だから私が3食べたんですよ。そうな、手羽からはなんだ。え、これは22だからいいけど、全然のんちゃん食べないから。いや、食べ食べましょうねって言って、食べましょうねって言って1個残ってるんですよ、これ。しかも枝豆もないからね。俺なんかあれ全部これやん。さあ、分かった。やっぱりはしごってちょこちょこ食べるじゃない、少なめに。それがいかんと思うよ、私の場合。一気に食わせろよ。はしご酒はマラソンでございます。分かりますか。いいですか、マラソンです。急にぎりここからの実況中継は以上です。急にぎり2巻。さあ、3軒食べ終わりまして、はい、なんかちょっとグダグダ感出てますけど大丈夫ですか。あの、酔っ払ってないです、はい、酔っ払ってませんか、はい、ですね、まだ実はね、何時も9時30分です。9時30分ですね、はい、3軒目なんですが、ちょっと私急遽明日仕事入りましたんで。偉いですよね。ただ昼からなんで、うん、もうあのちょっとお酒やめようかな。即決で私は出ます。上司から連絡があって、あ、大丈夫ですって連絡して。当たり前じゃないですか。素晴らしいですね。ありがとうございます。ね、ただ明日の美容院はお断りで、そうですね、この代わり明後日休んでやるからね。あ、そうなんですね。ただ、今日3軒行きました。3軒行きまして、合計いくらですか。大体13,500円だと思います。2人でね、2人でだから1人大体6,500円、1軒あたりだって2000円ちょいということで、はい、結構食べて飲みましたよね。そうでもないと思いますよ。食べてない。ふざけんなよ、お前食べてないよ。食ったわ全然食べてないよ。アホかまだ入ります。もう帰ります。いや俺はもう帰らない、いけませんので、すいません。ちょっとぶっかけうどん食べようよ。ということで今回の動画はですね、石垣島ビレッジはしご酒というか3軒行きました。いや、私明日仕事急遽入りましたんで、もう帰りますね。帰りますよ。じゃあね。ひどいな。いや、ひどくないですよ。まあ、そうですけど。そうですよ。はい、ということで。うどん食べて帰ろうよ。じゃあ、うどんだけ食って帰ろうか。昼からでしょ。わかりました。以上でーす。アルコール抜けれますよ。